はい、皆さんこんにちは、ワンネルグルフです。KQスピリッツ2015の高橋由伸でのプレーですね、続きを行っていきたいと思います。今日からはですね、タイガースとの3連戦ですね、ジャイアンツの先発が、おたけ、タイガースが横山という一戦ですね。早速プレーしていきたいと思います。相手の先発横山ですね、ストレート47キロとスライダー、チェンジアップとスローカーブを持ち球として見ています。フォークも、持ってますね。はい、というわけで3番でのスタメン出場、早速始めていきましょう。ちなみにメジャーリーグのゲーム、MLB ザショーの15、まあ、2015の15ですね、の新作の方もですね、並行してプレイしてますので、もしメジャーリーグの方ですね、興味ある方いらっしゃれば、そちらの方も合わせてご覧いただきたいと思います。セリーグ公式戦、さあまずは1回の表ですね、守備から入っていきましょう。先発大竹、小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、おお、デッドボールだ。デッドボール、ノーアウトランナー一塁ですね。タイガースに2点先制されましたが、1回の裏ジャイアンツの攻撃はノーアウトランナー2塁1塁で、高橋由伸という場面ですね。はい、その期待のかかる高橋が打席に入っています。さあまず1球目何から来るか。初球手を出してきません。厳しいところ、ストレートですね、外れてくれました。ゴロを打つようなボールには気をつけたいですね。これも1球目ですね、低め外れてツーボール。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、136キロのストレート、空振りです。さあ追い込まれてしまいました。次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね、さあ何を狙っていくか。これもスライダー、スライダーにタイミング合ってますね。あ、そうですか。うわ、最後は空振り三振、ストレート。ちょっとスライダーを待ってしまったという場面でしたね、今ね。打席には3番バッター高橋、横山、第2打席先頭バッターを打ち取っています。最近の回はチャンスで、インサイド決まっています。次が空振り三振、インコース、チェンジアップ2球で追い込まれました。これは高めに外してきましたね。ワンボールツーストライクから第4球は、これは打たされた、見逃せばボールかなというボールですね。チェンジアップだったと思います。さあ回の方は進んで5回の裏ですね。ジャイアンツ、タイガース1点ずつ取り合って点差変わらず2対、先ほどの打席は2点差です。セカンドゴロに倒れています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、アウトだ。ボールイン成功です。セーフ、危ない危ない、危なかったよ今。チリ盗塁を決めてきました。片岡、まあ、ここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。まあ、足が速かった。この片岡、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなら他にも速い選手はいますけど、大体盗塁ができる選手っていうのは相手のピッチャーのフォームや癖をよく研究してますよ。ああ、そういうものなんですね。ファウルボールです。バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏での打率は3割9分1厘となっています。どの球を投げてくるか。うわー、しまった、力んだ。最後ただジャイアンツの多分ホームランが出たのかな、スリーランホームランが出たっぽいですね。3番バッター高橋、ツーアウトになっています。ピッチャーが福原に変わってます。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。うわー、打たされた。上本が掴んで、見逃せばボール球だったな。もう一回回ってきてほしいけど、回ってきた、よし。ここでヒット1本打っとかないとまずいですね。バッターボックスは3番高橋、ピッチャーが玉木に変わってますね。ちょっと玉木のデータは見させてください。
ストレート、カーブ、フォーク、サークルチェンジ、ストレート、フォーク、カーブ、このあたりが狙い球になりそうですけど、ちょっと絞れないな。初球は何で来るか。まずはカーブから。初球は大きな変化球、ボールになります。これストレート。今のはよく見ましたね。ストレートかなと思ったけど、フォークが今の。打ちました。これはセカンドゴロ。スリーアウトになりました。今日はチャンスでことごとく凡退してしまった。怒られそうだな、原監督に。試合を制したのはミュージャイアンツです。まあ勝ってくれたのはせめてもいいけどな。これで負けたらさらにね、評価下がるところでしたけど、と言ってもめちゃくちゃ評価下がりそうだけどな。ちょっと能力も上げときましょうか、この辺りでね、一回。アシスタントさん呼んで調子も上げていきましょう。あ、ちなみに今のあのプレーのあの強さのところですね、球速レベルはベーシックスピードプラス、まあ、1段階上げてます。コンピューターの強さも1段階上げて強いです。さあ今日の先発はエース岩田ですね。ムービングファストボールにシュート、カット、フォーク、スラーブ、この辺りはもう一級品ですね。さすがにここ2試合、ノーヒットできてますんで、なんとか今日岩田から1本ヒット打ちたい。そしてできるだけ岩田を早くマウンドから下ろしてですね、もうちょっと打ちやすいバッター、ピッチャーにね、スイッチしてくれるような展開に持ち込んでいければ一番いいかなというとこですね。これから東京ドームからお伝えしてまいります。さあまずは1回の表タイガースの攻撃からです。まずは今日1番ハーパーが入ってるな。どのような考えを持ってらっしゃいますか。低めでストライクをきちんと取れるかどうか。スリーボールもあったんですね、カウントは。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。これフォアボールだ。タイガースに1点先制を許してますね。1回の裏、高橋由伸の第1打席目は3番高橋。今シーズンここまでホームランは31本。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。もう余裕ですね。さあ得点圏にランナーを進めて決めた場面です。いや本当足速いですからね。日産この坂本実は足はそこまで速くないんですよね、はい、うわこのカットボール入ってんの。選手はいますけど、だいたい盗塁ができる選手っていうのは相手のピッチャーの方法やクリスをよく研究してますよ。あそういうものなんですね。厳しいところ外角目低め、まあ、この辺りを攻めてきてますね。バッターの高橋今シーズンの得点圏打率は3割8分2厘となっています。これで3カウントまでカウント戻しました。ここも期待できるんじゃないでしょうか。フォークボールですね。そうですか。ボールはこれはフォアボールです。外れてフォアボール。いや選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。ここ1点ビハインドですけど阿部がどういうバッティングを見せてくれるか。チャンスが続きます、まあ、ここは同点にするためにも続いてほしいですね。なるほどそうですよね。際どいストライクです。ツーボールワンストライクになりましたね。打者の内角をえぐるような投球でした。さあストライクゾーンで勝負してくるぞ。低め決まってストライク。これでフルカウント。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。しっかり捉えた。切れましたファールか。フェアならば同点かというところでした。
制球定まっていません。ワンアウト満塁になってる。いや選球眼がいいですよね。ここで長野です。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。そうですね。やはり安易にストレートボールから入ってきた、ね、ピンチですからね。まあやはりそうですか。フォークですね。次が3球目フォークを抜け続けて、これで3ボール、押し出しか。1点差の場面、押し出しで、うわ押し出しだ。さあそして打席にはアンダーソンが入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあここでつないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。今初めて速いボールを見ましたね。ライトに持っていった。これはツーベースになるな。いいところないか。ただ2点タイムリーになりましたね。アンダーソンこれで逆転という場面です。ジャイアンツ期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。ムービングファストボールっぽいな。理想的な形ですよね。さあ試合が一気に動いてますね。2回の裏、高橋由伸の第2打席はワンアウトランナー3塁1塁です。この回1点を入れています。また盗塁が出てるな。さあ3点をリードし、なおもリードを走ってきた。キャッチャー送球して、これ余裕でセーブですね。鶴岡の肩じゃさせないのか。これで一気に2点取れるチャンスになりましたね。やはり足がある。うわどうだ。1塁へ送ります。2アウトになりました。まあ、打点は1稼ぎましたけど、甘いボールだっただけにヒットにしたかったな。さあまたまた由伸チャンス。バッターは3番高橋。ただ岩田は引きずり下ろして筒井にスイッチしてますね。ストレートスライダーサークルチェンジにスローカーブフォークという持ち球の筒井、マックス145キロのストレートです。さあ2アウトランナー2塁1塁。3回の裏まずはスローカーブから入ってきました。ボールになります。そしてスライダー、これは内角の厳しいところ。左ピッチャーとの相性はどうなんですか。うわーもったいないな、ね、今のストレートは右にしてませんね。右左関係ないタイプですね。あそうですか。危ないな今のサークルチェンジ。ストライクカウントされててもおかしくなかった。平行カウント、またこれはスライダーですね。これが6球目。流しました。これはうまく打った。うわーうまく打ったけどな。うまく打ったんだけどな。これも高橋の人もう一回回ってくるかどうかっていう場面だな。回ってくるね。よしよしよし。点差は3点まで追いついてきてますね。ちょっとそう本当に打たないとまずいんで、ちょっと福原のデータもう一回確認します。152キロのストレート、カット、シュート、スロー、カーブにフォークにスライダーということで、球種は豊富ですね。まずはストレートから入ってきました。142キロファウルになります。これもストレートですね。これもストレート。ワンボールツーストライクです。インコースが全然来ないな。5球目は何で来るか。これはセンター前、鳥谷アウト。ワンアウトです。マジか、抜けたと思ったんだけどな。残念、今日はヒット出なかった。今日もか。ただ試合の方は勝ちましたね。あと打点もまあ一つ上げてるといえば上げてるので、まあ、ただどうだろう、評価はかなり厳しい評価になるとは思いますけど、なんかここいらで一発ホームランが欲しいんだけどな。評価は上がってるな。勝ったっていうのもあるし、打点も上げてますからね。あとまあ結構いい当たりというか、ヒット性の当たりも何本か出てたので、まあ、その辺りも評価してくれたというふうにプラスで解釈したいと思います。
さあ今日のタイガースの方の先発はメッセンジャーですね。ストレート速いです。156キロ、ドロップカーブとスプリット、まあ、はっきり言ってもドロップカーブは打てる気がしないので、ストレートかスプリットかっていうところになると思うんですけど、まあ、スプリットもね、まあ、打ちづらいですよね。フォークよりも打ちづらい感じがしますね。さあちょっと3試合ヒットがないんで、ここら辺で本当に1本綺麗な当たりを出しておきたい。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ。まず1回の表の守備から入っていきましょう。まずはジャイアンツの今日の先発は内海です。兄さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですね。先制点を追い込んで、そうなんですよね。まあ、どうやって突破、これはどうだ、でっかいぞ、当たりがいい、当たりがいい、入った、うわー、先頭打者ホームランか、いきなり先制だな、宇都宮。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。これはいい当たりだ。タイガースが1点先制していますが、ここ5試合でメッセンジャー絶好調、ワンアウトランナー1塁。不調に陥っている感じでしょうか。今はいい時のフォームとかを動画で確認できますんでね、なんとか修正したいですよね。このスプリット打てないな、140キロのスプリットは。3球目は何で来るか、いいところへ決まります。ストレートも152キロ出てますからね。低めは外れました。これが5球目、これ完全なボール球ですね。フォアボール、まあ、ちょっとフォアボールで助かったなって感じなの。あの140キロのスプリットは打てない。十中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。外へのストライク、150キロ。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、さあ阿部どういうバッティングを見せてくれるか。ジャストミート。ワンバウンドヒットになりました。バックホームするライト前ヒット。これで3試合連続。これでワンアウト満塁で長野ですね。ここもメッセンジャー潰しておきたいな。さあジャイアンツ逆転のチャンスを迎えています。これは低めストライク、ここ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。156キロのストレートか。今シーズン得点圏での打率は2割7分8厘となっています。率は物足りない気もしますが、その分ストレート打った、ショートの左サイド、ゲッツーだ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーでスリーアウト。メッセンジャー打てる気がしない、本当に。タイガースは2回3回も1点ずつ追加して、点差は3点というところになってますね。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ビットでランナー抜けないか、これゲッツーか、セカンドホースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレーか、初球ストレートですね。ただメッセンジャーから3点取って点差は4対3になってますね。試合中盤に差し掛かってきたわけです。1点差です。やはり接戦での試合展開になってきましたね。そうですね、どうだ、これはこれはヒットだな。さあどうだ、これ高めのドロップカーブだと思いますね。バッターランナーは2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。高橋、よし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 、久しぶりにまともなヒットが出ました。うまく打ち返しました。これは多分そうですね、そうですよね、完璧に捉えましたからね。ただ点には結びつかなかったみたいですね。打席には3番バッター、まだメッセンジャーか。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。おお、これはインコース、三振に仕留めています。インサイド、うわー、メッセンジャー、これはアウト、ツーアウト、ナイスキャッチ。小宮山さん、現在のピッチャーの、今のは抜けててもおかしくないような、そんな当たりでしたけどね。メッセンジャーナイスキャッチです。いや、小宮山さん、ここは意地を見せてもらいたいですよね。試合の方は8回の表で4対4の同点にジャイアンツの方追いついてます。ここは踏ん張りたいと、ショート掴んでツーアウト、ツーアウト、ランナー1塁と変わります。
バッターボックスには代打の柴田。ツーアウトになっています。ここはランナーの足も警戒しなければいけません。レフトに持っていった。これはいい当たりだぞ。ただ亀井がほぼ正面だった当たりですかね、今の感じだと。さあ、9回の裏です。ツーアウトランナー一塁で高橋由伸、4対4の同点。長打が出ればさよならかという場面ですね。ウッスンファン、うわ、直球154キロあるのか。しかもエースだ、キレが。ただ絶不調なんで失投来る可能性もありますよ。いいところへ決めてきます。ストライクです。初球はカットボールから。うわー、140キロのストレート。これはスライダーを落としてきましたね。うわっ、これはバットです。三振です。打てなかった。さあ、打って変わって今度はノーアウトランナー一塁の守備です。バッター鳥谷、この打席でホームランを抑えてほしい。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。これはピンチだな。これで、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ゲッツー欲しい ね、 そうですね。サード、あっとグラブ弾いた。ボールを拾って二塁へ送球。これなんで今サードを踏まなかったんだ村田。一塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには西岡が入ります。ここ左バッター続きますね。得点圏にはよし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 、空振り三振。投げ勝ちました。最後はインコースへズバッと決まりました。そして藤井ですね。さあ、そして打席には藤井が入っています。さあ、おー、ここはしのいだ。12回の表ノーアウトランナー一塁のピンチでまた守備の機会です。打順は4番新井。新井か。フォアボールを選んでいます。フォアボールのランナー、これは入れば勝ち越し。入った、ホームラン。新井さす。ここは無理に勝負する必要はなかったかもしれませんね。ストレートを打たれたな。2点ビハインドに完璧な当たりだ。西岡、タイガース、この回変わったピッチャーを、なんでここでまた守備が当たるんだ。さあ、これでピンチの時だけ守備をするっていう風な設定にしてあるんですけどね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。ピンチにはなったけど、バッターボックスには代打のハーパー。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけに。一二塁間取った。一塁。ここはイバタが警戒に叩いて、スリーアウトチェンジですね。さあ、ただ新井亮太にツーラン勝ち越しホームランを打たれて2点ビハインド。3番バッター高橋。ツーアウトになっています。この打席で試合の行方が決まります。まあ、そうですね。1球目がサークルチェンジ、甘いところに来ましたけど、低めに外れてボール。うわー、打ち上げた。これは落ちるか。落ちたね。よし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 。1人やった。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。一発出れば同点というけど、ダメか。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、いい試合でしたけどね、まあ、負けてしまいましたね。はい、というわけで今回はですね、タイガースとの3連戦ね、
お届けをしました。次回はですね、ベイスターズ DeNA との対戦をお届けしていきたいと思います。というわけで次回もぜひぜひ応援よろしくお願いします。今回はここまで。